もお手伝いしてくれる二人を呼びましょう。アブちゃん、サオリちゃん。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、それでは今夜のゲストの取説お願いします。はい、日本一のリーゼントです。こういうの、あ、そうですね、これおしゃれリーゼントなんで、リーゼントちょっと違ってくると思うんです。本場はどういうの？もっと油ぎっしゅなリーゼントそしてこの方一世を風靡しました。お、これですね。では早速今夜のゲストをお呼びしましょう。今夜のゲストはこの方です。はい、改めましてご紹介します。今夜のゲストは相川翔さんです。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして、よね、お願いします。北陽の2人とは、はい、初めまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あんまりこう達者じゃないからいろんなところで喋ってるの、あの見させていただいております。幻じゃないのそれそんなはずはない。そんなはずはないと思いますけども。それではテーマ見てみましょう。紅白芸能界5人の父、映画相川五六、特製料理以上の6つになっておりますけども、うん、まあとりあえず現時点っていうやっぱり映画、ね、はい、じゃあ映画開いてください。主演100本達成、素晴らしい。これは13年間で100本っていうふうに伺ったんですけど、はい、まあね、あの数的には本当奇跡的というかね、まあ100本いくとはやっぱり当初やり始めはまあ予想もしなかったとかね、考えもしなかった数字ですよね。やっぱり分からなくなったりしないんですか、その、ああ、何本やったかって、いや数えてるんですね。それが数えてるんですね。まあ不思議なもんで、その今はビデオという形があるじゃないですか、それを1本ずつこう自分はラックにこう入れてましたから、まあ、50本ぐらいで100本いけばいいななんてね。それでなんか100本達成したら並べて上で寝てみたいなってね、はい、どんな夢見るんだろうねってね。出られました？まだ、公開になってませんしね、形になってませんので、ね、あ、そうかそうか、そうだ、それがまあ形になったらガーッと並べて寝てね、いい夢見れるかなって、ね、へー、すごい。じゃあちょっとここでこの100本振り返る相川翔さんの VTR を見てみたいと思います、はい、どうぞ。相川翔、激動のヒストリー。1984年ストリートパフォーマンスで人気を集めた一世風靡セピアデビュー。前略道の上からが大ヒットとなる。花びらはあとは土へと変えるなんて。1990年記念すべき初主演作「ネオチンピラ鉄砲玉ピュー」が大ヒット。相川が演じるのは若いチンピラ、たくさんのベッドシーンにビビりまくりだったとか。バカ。そして同郷の先輩である長渕剛とタッグを組み、テレビドラマ「シャボン玉」に出演。極道役イコール相川翔という名を不動のものにした。1995年映画監督デビューを果たす。出演交渉も全て相川自身が行った。一世風靡セピアで同じ釜の飯を食った仲間柳葉敏郎との共演を果たした。いや、その後も精力的に映画 V シネマに出演、話題作を次々と世に送り出した。そしてついに主演作品100本達成。記念すべき100本目は映画ゼブラーマン。相川はダメ教師でありながらヒーローになっていくという複雑な役に挑戦。史上初、前代未聞、シマウマヒーロー、ゼブラーマン、乞うご期待。白黒つけたぞ。なん
か、ご自分で試写会で泣かれたっていうこと。いや、あの、なんとなく、あの涙までは出ませんでしたけど、はい、なんとなくチーンとするね、思いっていうか、ありましたよね。それはなんか、作品を見て、まずこう自分がそこにいること自体がなんかこう不思議な絵を見てるような気がして、はいはい、お、出たね、ついに大型新人みたいなところのね、なんか見方をしちゃったっていうところがありましたから、はい、でも見てるお客さんの方もきっとなんかこう、あんまりないイメージじゃないですか、前川さん。そうですね、ね、ヒーローものだし、ゼブラだしみたいな、うん、あゆさんもなんかゼブラのところね。あ、そうですね、私も、はい、なんかこう、来てましたね、なんか、ゼブラマン来てるなっていうね、なんか勝手にこう思っちゃったりして。次はどうしようかな、何しましょう。俺はもう、父親と5人の父というか。はい、行きますか。じゃあ、5人の父開いてください。相川流子育て、これは何か、その相川さんなりのルールみたいなものがあるんですか。うん、あのルールというかね、やっぱり、子供にまあなんか教えられることってそんなにないんだろうなと思って、勝手に子供は育つもんだろうな、はいはい、とは思ってるんですね、はい、それでまあ礼儀というかね、なんかしでかした時のごめんなさいと、それと感謝のありがとうっていうさ、はい、そこのなんかこう、ところはね、はい、やっぱり子供はちゃんとしてくれたらいいなとは思ってますね。なるほど。じゃあ、相川さん流子育て論があるみたいなのでモニター見てみましょう。トイレットペーパーが見て見ぬふりしたら半殺しって、これは半殺しでしょう。これじゃあ殺されてるな。ねえ、いや次の人が大変だね、これ。そうですよね、やっぱりなんかこう、そこのまあ気持ちですよね。やっぱりこう人の立場っていうかね、その時になった時のことを考えたら、ね、まあ、それトイレットペーパーなんてもうちょっと外してパッとつけるだけなんですけどね。ちゃんと入れるだけだからね。それはなんかそんな大したことじゃないでしょう。私は見なかったことにしてしまう。あ、そう。ことが多いかな。いやいや、なんかそれは大事なことを忘れてるなっていうね。ですね。感じはするからね。やっぱりそれをこう、はい、まあ習慣にしちゃうと、ものすごく、あとこれくらいだから、あ、このキロこれくらいにしとこうっていう、そういうあざとさじゃなくて。私でなくならないようにとかじゃなくて、ね。そういうわけじゃなくてね。きっちり。そうですね、それは大事じゃないかな。気をつけよう、今日から本当に気をつけよう、ね、じゃあもう一つ見てみましょう。部屋に落ちているゴミを拾わなかったら半殺し、まあゴミをまたぐなっていうさ、はあ、殺されるな。いや、結構ね、要するにこう、まあ、自分のことじゃないっていうさ、はい、ところでなんか本当はなんか言うと、いや見えなかったなんて言うんだけど、まあ多分分かってると思うんだよね、またぐんだから。はいはい、そうですね、またいるんだから分かってんでね、それ蹴ったりしたら見えてないのかななんて思うんだけど、でもそのゴミをこう拾ってね、自分で捨てたもんじゃないという、ゴミを拾った、はい、それを拾ってゴミ箱にこう入れるっていう時に、自分の中にあるラッキーバンクのコインが1枚増えるんですよっていうさ、はい、ラッキーバンクですか。いやいや、あ、なんかほら、なんかちょっといいことした時にあるこのラッキーバンクっていうさ、ものがあってさ、はい、要するにそういう、こう気持ちでね、接した時に一個ずつコインが増えるという。あ、なるほど、うん、私にもあるんですか。みんなあるんですよ。あるんだって。で、要はラッキーと思った時にそのラッキーバンク1個コインなくなってますから。あ、だからゴミまたいだ瞬間に、またいだらもう本当あったはずのそれがないと、もうない人は偉いことになるってね。だからなんかラッキーバンクもあんまり使わないように、ラッキーってことはあんまりないようにとも思うこともあるんですけど、はいはいはい、でも時々ラッキーってあるじゃないですか。はいはい、ありますね。時々あるから、そのためになんかそういうのラッキーバンクのコインを貯めようと、まあ子供には言うんですよ。これも気をつけよう、次ですか。じゃあ五六、相川五六。はい、相川五六開いてください。北陽タイム。はい、お願いします。
木曜タイムということですが、はい、こちら、ショー兄貴の、ショー曰くという本を読ませていただきまして、この中にいくつか気になる言葉がありましたので、はい、その意味を教えてもらおうという、はい、コーナーでございます。じゃあまず気になる五郎君どうぞ。はい、夢は政治家なんだ。なんか政治家ってどうなのっていうね、はいはい、ところがあってね、要は自分のとこの、まあ、鹿児島県の鹿屋市っていうところで生まれたって育ったんですけど、空港に着いて要するに地元まで行くのにやっぱり1時間半ぐらいかかると、もうこれは結構大変なんですね、はい、でまあ時々こう鹿児島に帰ったりすると、はい、まあ、仲間が迎えに来てくれたりするわけですけど、じゃあ帰るわって帰る時も送ってくれるわけですよ、自分らが東京着いてるのにまだ着いてないとかね、これはちょっとね送り迎えするのも大変なね、やっぱり、交通機関というか、まあ、そこに一本ドラボーンなんてできてくれるわっていうことは最高だな、なんて政治家になって道路を作ろうっていう、そういうなんか思いがそういう具体的なこうプランがあるっていうことでなんか道路作るの誰よなんてね、っていう話になってね、逆説的に道路を作るのは政治家だっていうことで、なるほど、すごい政治家だろうなんていうねことを話したことはありましたね。すごい、うん、まあ、続いての語録もありますよ、はい、続いてはこちらです。うちは家族っていうより族の掟は絶対なるほど、まあなんか、うん、家族ってね、まあ、いわゆる家族、一般的な家族という、うん、という意味より、まあ家族っていうことって族っていうことじゃないというさ、家族いわゆる族でしょという、家に集まる族ですからね、毎日家から出て家に帰ってくるっていう族ですからね、たまり場は家ですっていうさ家がたまり場なんですね。次はですね、紅白いきますか。紅白、はい、うん、紅白開いてください。本当は出たかったこれはあの紅白歌合戦の紅白ということですか。そうですね、紅白歌合戦ですね、まあ、自分らデビューした時にね、なんか出ないかっていう、そういう話がありまして、まあ、うちはグループでしたから、まあ、全てに関して多数決だったんですね。3対4で負けたんですよ。あ、一票差で、もちろんやり、もう出ようっていう派ですよね。出たいな。嘘出たくなさそうに出ないっていうことな。いやいや、なんかね、紅白だけはね、なんか祭りだからなんかうちっぽいじゃないっていうさ、そんな感じがしたんですね、はいはい、日本の祭りって感じですよね。普通の歌番組とはやっぱ違うノリなんですか、紅白。あ、まるで違いますね。座る場所とかもなさそうですよね。そんなことないでしょ。楽屋が、楽屋がなんかこう、なんか一部屋とか、なんか、あ、なんか部屋はないですよね。もう本当もうこんなもんですよね。そうなの。へえ。こう区切られてる。あゆちゃんでもこんな感じなんですか。いや、もう私なんてもうこんなんですよ。自分らはなんか紅白のね、あとの要するに行く年来る年っていう番組で、要するに不当でちょっとあの自分らあの除夜の鐘と共に踊ったんですよ、はいはいはい、それをこう待機しながら紅白見ながらね、あ、柳葉と紅白出たかったよな、なんか相川さんの煙がこうバーって出すぎて、あのベスト10だね、それは。あ、ベスト10で、ベスト10で要は300発ぐらい花火が、自分たちの要するに舞台の周りにこう花火を設置してくれて、要するに曲の流れとともに花火がバーなんて出る仕組みのセットで、伊勢エビですなんて、で水かなんかガーッとかぶって、それでスタンバって、曲火を浴びてもいいよ、火が多分来るだろうっていう想定でね、すごい男らしい、すごい。これでマイクの前にダン立って音楽スタートの瞬間にまず一発目がわーなんてついた、はい、それで要するにイントロが流れて、はい、さあ歌おうかなって言ったら、ババ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 って花火がついて、はい、いきなり300発がドワーって出てきたわけ、真っ白けよ水を浴びて、浴びてさあでバババババって、もうわー真っ白けで隣の人間も見えないで、テレビで見てる人はなんかゴホゴホ言ってるなって
食われてるけど肉成分ほぼほぼないね。家帰ってビデオ見たら真っ白けつけでしたよ。誰だよって。 CM の後、昭和兄貴男の手料理初公開。次はですね、もう特製料理、特製料理になります。焼いてください。一口サイズのお好み焼き。なんかこうお好み焼き、まあ自分はね今はもうそんなに料理とかはあんまりしなくなりましたけど、ああ、まあ、鉄板関係はまあやるんですよね。焼かられる、焼かられるって焼くっていうことに関してはねやるんですよ。それでお好み焼きを作るときにね、要は子供も多いからね、はいはい、あの子供が子供を呼んだらえらいことになってる時がある、要は一人が一人呼んでもう10人でしょ。そうですね、とんでもないことになってる時があるんですね、はいはい、で、まあ、お好み焼きを作って、それも一口サイズ、嬉しい。一口サイズが、まあ、お玉一杯分のお好み焼き、こんなもんかな。それを作られる、それをこう作る、バッ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 。じゃあ、 あの今日はなんとその一口サイズのお好み焼きをここで作っていただけるそうですよ。愛川賞特製一口お好み焼き、ポイントはたっぷりキャベツにさらにたっぷりの山芋を入れ、一度にたくさん作ること。お腹を空かしたお子さんも大喜びです。やってくれますか。はい、やります。で、沙織ちゃんにやってもらったら。あ、そうですね。店って風るぐらいできるわよ。だって餃子汚かったじゃん。卵入れなさい。あ、そうだ、じゃあ卵入れましょうか。食べ物とかは好き嫌いとかはないですか。好き嫌いはあるんですね。納豆嫌いでね。納豆食えって感じしますけどね。鹿児島だからね。朝は体にいいぞ。いや、鹿児島だからね、納豆なかったんでね。一応食べましたよね。食べないよ。食わず嫌いですか。いや、食べなくても分かるじゃん、なんとなく。食わず嫌いだ。え、いや、食わず嫌いじゃない、なんとなく分かる。絶対俺の印象と一緒だと思うんだよね。どんな印象を持ってますか。うん、もう口では言えない。もういいです。はい、はい、もういいです。はい、と食べられる。やったー、できます。すごい。いただきます。かけて、で、おかかも片口食べ。おいしい、おいしい、うん、いける。すんごいすんごいってますね。おいしい。これはすごい。餃子なんかもだって、なんで餃子が失敗するわけ。中がちょっと半生的に。なんで半生になるの。周りが焦げてるんですけど。だからまずガーンって火をつけるね、はい、でなんとなくこう焼けるっていう感触ね。あ、感触ってどういうこと。要するにその餃子の、要するにこう皮にさ、はい、焦げ目が来るとっていう、はいはい、その感触ってなんかあるのよ。音がなんかちょっと変わってくるってかさ、はい、音で感じるんですか。超いいじゃないですか。なんかあるの。なんかあるのよ、はい、そこにね水をバー、本当にコップで水をザーって入れちゃう。まあ蓋もしてね、蓋もしてガーッといくと。それでまあ時々こう蓋を開けてその湯気をこう逃がしてあげる、はいはいはい、そうしないと、うん、その方がなんかいいんだね。なんでいいかわからないけど調理人ができるんですよ。そうするとみんながベタベタベタってくっついた餃子がさ、そこにあるわけで、はいはいはい、それがカラッと上がってるから、うん、要はそこからもうフライパンでパコンみたいな、あ、サバみたいな。で、なんか片栗粉でなんとなくくっついてる餃子がベラベラベラってさ、パコンのザランのベラ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 って中島からパン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 、それ美味しいね、パリパリね。あ、美味しそう。パリパリになるね。もう鉄板任せてよ。じゃあ分かんないで、今度あのお宅に訪問して。何を言ってんだ。結局それは自分の孤独を響き
でしたけども、はいはい、なんかかっこいいよね、うん、なんていうか、うん、男っていう感じ、ほんと男たるこういう人だっていうようなのをそのままバーって生きてるっていう、うん、なんかそのままだった、本当に、なんかあのいわゆる相川翔さんでした、ね、確かに、だって立ってる時ずっとこうでしたもん、あーそんな感じ、そうそう、ブラーマンもね、はい、そうだ、じゃあみんちゃん見に行くか、見に行きましょう、見に行かせていただきます、はい、というわけでありがとうございました、来週もアイレディよろしく、バイビこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。